それでは本日は七夕イベントとのことで、17名の彦星たち来場しております。皆さん心の準備はよろしいでしょうか。それでは参ります。まずは恋愛もパワープレイな男、佐藤マクファーレン勇気。謎をクリエイトする男、佐藤俊。男気がモテに昇華する男、小出翔太。恋愛 OS アップデート済みな男、加藤智也。自分探しコレクション22な男、横山龍之介。ふんわりアーティストな男、ビルマチ恭平。独身貴族に飽きてきた男、早瀬恭。戦略的パリピな男、山部レオン。経験値を余裕に変えたい男、阿部大輔。港区経営者な男、田村一正。たぎり散らかっている男、キラ翔太。操縦不能、自由な男、平山大。負けん気は首席な男、高橋光大。甘えとプロテインでできている男、中道リオン。安心感ぬいぐるみ級の男、ジェイデントワ・マクスウェル。人生を笑ってサバイブする男、沢井和樹。そして成長する弱気な男、長谷川圭一。さあ参加者の方も揃われたということで、本当に、ね、圧巻なんですが、シェリーさんいかがでしょうか。はい、そうですね、いっぱいいたなっていうあの我々はもう全部見ているので、本当正直そうだそうだそうだっていう人もいたりとか、ね、最後までずっと見守ってた方もいらっしゃったりとか。そうそう、これ男性陣は全員参加者全員来ていただいてる、はい、今日全員いらっしゃってるんですよね。だ結果は出てしまってるんで、はい、ほとんどが複雑な心境を持ってるメンバーなんです。そうなんですよね。すごくないですか。でも男性参加者全員揃ってるのにバチェロレッテは海外で仕事っていう。やっぱ彼女らしさじゃないですか。忙しいんです。このじらしがやっぱりそうですね、いいじゃないですか。確かに、ね、すごいですよね、全員や本当に。後ろの参加者の皆様にガッツポーズをしていただきたい。はい、わかりました。センターいただいております。はい、センター他の皆様いかがでしょうか。後ろの方も撮影いかがですか。はい、後ろの方をご覧ください。はい、では後方ムービーカメラが今日たくさん来ていただいているので、これ何か動きがあると嬉しいんですが、手を振っていただくなどできますでしょうか。後ろの皆さんも振っていただいた方がいいですか。何かリクエストがありますか。いかがでしょうか。ではこのまま撮影させていただきます。はい、もう少しムービーください。ムービーさんいかがでしょうか。